はい、それでは金モデのガチマッチの後付け解説をやっていきましょう。1日1試合だけサクッと見られるような金モデの動画を作っていきたいと思ったので、こんな感じの形式でもちょっと試してみようかなと思います。さあ、これはガチアサリの映像ですね。いきなり人にやられてしまってて、ここちょっと無理をしてるな。相手がシャープマーカーだったからね、おとなしく引いた方が良かったんだけど、味方が戦闘していてダメージもあって、まあちょっと無理をすればいけるんじゃないのかなという気持ちが働いちゃったね。ちょっとここまで結構調子良かったからね、その分いけるんだったらやりたいというのも出ましたね。さてと、奥に竹が見えているのでしっかり避けながら、かなりマップをしっかり見ていますよね。この日はすごい調子も良くて、マップをよく確認していたおごりなのかというぐらいに。おがりでかなりの安定感。さてと、カーリングに乗っかっている相手を倒したかったんだけど、うまくいかず、しっかり避けつつ、真ん中の戦闘が激しくなりそうなところはなるべく避けつつ、しかしインクの量で有利を取ろうとしていますね。うん、全体的にこちらの方がインクが広がっているので、まだなんとかなるという意識がありますね。ミサイルが継続的に飛んでくるのはいやらしいですが、それとも自分のいる空間を守りながらチャンスを伺っていますね。お、味方のジェッパー、これ合わせようとしますね。さて、ガチアサリを警戒するがジェッパーが打ち込んでくれている。ちょっと今のは自分で追いかけても間に合わなかったっぽいので、普通に、あれですね、ジェッパーにお願いしておくぐらいがちょうどよかったのかもしれないですが。さあ、リード入って、アサリでまだちょっと持ってますが、ここは、つぶやで倒していく。あれは、クワッド的には、まさかこのタイミングで爆発せんやろみたいな感じがあったっぽいですね。そういった、ちょっと、こちらから見るバラッティに見えるような、つぶやの勝利もしっかりと活かしておきたいところ。さて、直前の試合で、このマルチミサイル直撃して、大変な目に遭っているので、ちょっと慎重にというか、大体見ろきてますね。アサリをちょっと多めに回収。さあ、これで、とりあえずガチアサリ完成したんですが、スフィアを展開したら、アサリは、あれですね、直接成り込みに行けなくなってしまうので、味方に成り込もうと思いましたが、パスして結果的にはうまくいきました。さあ、ガチアサリができたんで、成り込む。これはもう逃げるしかない。前の方がインク固まっているんでいけるかなと思ったんですが、よく見ると左前に、バレルスフィナーがいましたねっていう感じ。さあ、人数フリー。味方もやられて攻められている。正面からもいますし、左側から入ってきているのも見えている。あまり突っ込みすぎるとやばいので待っていましたが、案の定バブルが飛んできてちょっとやばいということで、まあ、正面突っ込んでいっても相手はできないので左側を止めることに全力集中。まだ左いるかなと思いましたが、よく見るとバブルの主であろうバレスピア正面にもう来てましたね。まあ、ひとまずこのキル数というか撃破数であれば問題ないということで、前に出つつ、辺り一面を自分たちのインクで塗り固めていこうという動きですね。ジェパが来ている。これはジェパに合わせて前に出るのが正解かと思ったのですが、これはスフィアを爆発させるタイミングをミスっている。かなり手前の敵の陣地の手前付近まで入り込んだおかげで、バレスピからの攻撃はかいくぐったので、ワンチャンなんとかならないかなと思いましたが、さすがにクワッド相手は厳しい。左に敵が集中している。正面はあまりいないので、左を止めに行かないとと思っているのですが、ちょっとうまくいかない。さあ、バレスピが来ている。これは、急いでスフィアを展開しようという話ですね。ここは素直に追いかけていっても、追いつかないので、適当に爆発して次に備えようかと思ったら、向こうが、ちょうど見えていない角度だったっぽいですね。うまーくティーブが取れて、奥。さあ、クワッドを避けて、追いかけて来られても、塗りで勝っていれば、クワッドは動きづらくて、どうにかなるでしょう。さあ、ここ、いいポイントですね。こちらに入ってくるであろうと思って、前もってインクをばらまいて、圧をかけることに成功。そして、バレスピナーも撃破。これよく聞くと左奥の方で、ジャンプした音が聞こえるんで、着地が来るだろうなと、前もって予感してはいたんですが、残念ながらスライド打ちがこちらを警戒していたので、やられてしまいましたが、味方はキルを取り返してくれていたみたいですね。
さあインクの量も人数もかなり優位があるので、ここはアサリを回収しながら攻めを継続していきたいところ。味方がアサリを持っているので延長には入ってくれますね。さあガチアサリを自分でも作って、これはいいですね。トラップを見たので素直に投げ込めるという判断。これよく見ると奥にもう一人いたかなという感じだったんですが、なんとか投げ込めたんで、あとは味方に投げ込んでもらうのを待つだけという感じだったんですが、まあ一個投げ込んでもらってリード逆転にならなかったので、味方がもう一個作って無事エンドという感じでしたね。この日の試合はなかなか調子がいい試合も多かったんですが、こんな感じで最後の最後まで逆転をし、波乱万丈のいい感じの試合だったんで、今回はこれを採用という形になりました。ぜひね、良かったと思ったら高評価をしていただいたり、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。それでは、ご視聴ありがとうございました。